こんにちは、中太郎です。皆さんはランクマというシステムをご存知でしょうか？おそらく知らない人はいないと思います。しかしランクマにおけるポイントシステムを正確に把握している人は少ないと思います。そこで今回はなかなか商談できない人、忙しくてランクマに行けないけど団員を上げたい人のためにランクポイントの効率的な上げ方をご紹介したいと思います。ランクポイントを効率的に上げる方法、それは長く生き残るということです。ランクマにおいてポイントを稼ぐためには上手くなって負けないというのが一番重要です。これは変えようのない事実です。そのため知識を吸収し練習を重ねることが大前提となります。しかしある程度技術や知識があるのになかなかランクが上がらないという場合、長く生き残れていない可能性があります。生き残りゲームで何を当たり前のことをと思うかもしれませんが、これが案外できてない人が多いです。ここでランクのポイントの振り分けを見てみましょう。サバイバーの演劇点の順位や重複系、非重複系のポイントは試合に関与している時間が長くなればなるほど高くなります。そのため場合によっては敗北したとしても1人脱出、ハッチ脱出、脱出失敗、2回救助、サバイバー演劇1位となり、むしろプラスにすることができます。いかに生き残ってポイントを稼ぐのかがランクポイントに直結するのです。そしてそれぞれのランク帯で生き残るためのおすすめのキャラクターやプレイスタイルを紹介します。8体からマンモス体まで。ここでは占い師などのチェイスキャラ、もしくはオフェンスなどの粘着キャラを選択するのがいいでしょう。強いて言うなれば、とにかく 4VC をすることを強くお勧めします。失敗ガードや引き分けガードによってほとんどのポイントが減ることがないので、とにかく回数を重ねる方がポイントを得られますし、何より友達とやる第五人格はとても面白いのでおすすめです。友達がいない人は悲しいですが、この隊ではほとんどが初心者であり、立ち回りも戦略もあったもんじゃない時期なので、あまり勝てない日々が続くでしょう。自分でチェイスを引いて伸ばす。チェイスキャラで救助に関わらずとにかく演劇点を稼ぐ。粘着キャラでとにかくキャリーしてポイントを稼ぐ、という修羅の道が待っています。本当に立ち回りも何もないので、そもそも誰も救助に行かない場面など多々ありますし、120秒牽制したとしても2台しか解読機が上がらないなんてことザラにあります。自らのチェイス力、キャリー力で生き残ることを目指しましょう。グリフォンから勇士まで。ここでは傭兵などの救助職をお勧めします。この隊ではほとんどの人が立ち回りを理解し始めているため、野良同士でも戦略的なムーブが可能になってきます。しかし当然お相手さんのハンターも上手くなってくるので、110秒牽制などもかなり難しくなってきます。そのため救助という必ず発生する場面でしっかりと救助をすることができ、比較的初手に追われづらい救助職を選択するのがいいでしょう。先ほどの例に挙げたようにハッチ逃げも狙うことができるのでポイントが稼ぎやすいです。さらに救助職がしっかりと立ち回りを理解して盤面を動かすことができれば、ファーストチェイスが即死しようが脇を狙うことができるので、比較的素の勝率も上がることになります。いいことだらけですね。鹿隊まではそれぞれ一定数、分けも挟まず連敗するとボット戦というコンピューター相手の試合になります。これはほぼ負けることがない救済試合なのですが、このボット戦で2倍ポイントを稼ぐ方法があります。それはゲートから脱出して他のボットよりも早くゲームから退出し、最速でもう一度ボット戦にマッチングするという方法です。先ほど述べたようにボット戦は一定数負けると発生します。そしてボット戦でボットよりも早くゲームを退出するとまだ試合が終わっていないという判定になるので、まだ連敗中であるという状態のままもう一度ボット戦に当たることができるという仕組みになっています。ただこれはあくまで禁じ手なので普通に上手くなることをお勧めします。以上でランクポイントの効率的な稼ぎ方の解説を終了します。面白かったな、ためになったなと思った方はチャンネル登録と高評価をお願いします。また疑問・質問・感想等ありましたらコメント欄にお願いします。それでは皆さんのゲームライフに幸多かなことを。